アウラニディズニーリゾートスパコーリナハワイは、ウォルトディズニーカンパニーが運営しているアメリカのハワイに、ある、唯一のディズニーリゾートである。以下、アウラニディズニーリゾートスパコーリナハワイは、アウラニディズニーリゾートと表示、2007年10月に発表された。その後、ウォルトディズニーカンパニーが、2010年1月に名称を明らかにした。 ワイキキから車で約50分ほどの氷なリ,リゾートマリーナにあるディズニー発の滞在型リゾートホテル群。そのためディズニーパークとは別物の扱いであるため基本的にアトラクションのようなものはない。ミッキーマウスやミニーマウス、ドナルドダックなどのディズニーキャラクターに会うことができる。またディズニーパークにあるようなアトラクションはないもののアウラに ディズニーリゾート内は多彩なアクティビティが存在する。レストランはハワイならではの食事も出される。359室の客室レストラン数は4つある。ダッフィーフレンズのオルというキャラクターがいる。このキャラクターは2020年6月10日には上海ディズニーランドに登場し、同年7月1日より東京ディズニーシーにも登場した。Wi-Fi は無料で使用可能。 ランドリー設備、複数の言語を話すキャストがいる。ホテル内には、日用雑貨ショップ、コンビニエンスストアや24時間対応フロントデスクがある。ありがとうございます。